1号艇徳増秀樹選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今シリーズの船足いかがでしょうか。伸び加減のところからだんだんにあのレーサー足もついてきました。好きな仕上がりと言えそうですか。そうですね、行き足がいいんで。逆に不満な点、不安なところはないですか。それはチルトゼロからマイナスに下げて改善しました。優勝戦に向けてもう気象条件に合わせるだけでしょうか。いや、もうほぼ何もしないですね、本当に。でもかなり気に入っている仕上がりと、いいとこまで引き出せたと思ってます。絶好枠1号艇です。ピット離れに関してはここまでどうですか。だからその辺もあのマイナスに下げてから改善してます。スタートのしやすかさ、このあたりも問題ないと。あのタイミング見てくれればあの決まってると思います。質のいいものいけていますか。順位も全速でいきました。では地元の優勝戦です。ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、あの100位目指して濃くいきます。2号艇長田頼宗選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、準優振り返っていかがですか。ちょっといろいろ失敗もしちゃったんですけど、逃げれてよかったと思います。体型的には中へこみちょっと厳しい展開ではあったんですが、はい、船足どうだったんでしょうか。そうですね、まっすぐは悪くなかったと思うんですけど、ちょっとターン系は自分の好きな感じではなかったですね。そこに違和感は若干あったと。はい。優勝戦に向けてはこれはもうプロペラ調整でいけそうな範囲でしょうか。そうですね、気象条件をしっかり見てからになると思うんですけど、悪かったところも分かっているつもりなのでしっかり合わせたいと思います。優勝戦2号艇です。どういうレースイメージしていきますか。そうですね、3号艇4号艇があの東京の先輩なんで、はい、頭叩かれないようにいいレースしたいと思います。スタート感と比べてどうでしょう。スローは大丈夫だと思います。では最後、優勝戦に向けて一言お願いします。はい、あの壁は厚いですけど、しっかりあの自分らしいレースして優勝目指して頑張ります。応援お願いします。3号艇折下博則選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、準優での船足いかがでしたか。そうですね、一番良かったですね。はい、準優に向けてはチルトマイナスに下げていきました。そうですね、昨日からちょっと湿気が出てきたんでゼロの方がいいかなと思って乗ってたんですけれども、はい、かかりがちょっと浅くて今日の朝失敗したんでマイナスにして乗ってみたらこっちでもいけるなと思って準優それで行ったら綺麗にかかってくれていいとこ入れました。そのかかりが一番気に入っている部分なんでしょうか。そうですね、行き足とそのかかりと出足とですね。不満な点はありますか。はないですね。さあ、優勝戦準優と同じ3号艇です。どういうレースイメージしていきますか。ちゃんと勝負できるスタート行って準優みたいにターンできればいいかなと思ってますけど、なかなかそうはさせてくれないと思うんで、でもイメージはそんなイメージでいきたいと思います。ピット離れはどうでしょう。ちょっと今日準優の時にタイミング失敗して早く船を押さえすぎて失敗しちゃったんですけど、明日はそういう風にならないように気をつけたいと思います。スタートに関してはどうですか。それなりに1マイル近辺はいけてるんで、エンジン行きやすいんでスタートはしやすいんで1マイルぐらいはいけたらいいかなと思います。では最後、ファンの皆様にメッセージお願いします。久しぶりに浜名湖で優勝乗れたので精一杯頑張って目いっぱい走りたいと思います。応援よろしくお願いします。4号艇飯山康史選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シリーズ船足ここまでどうですか。はい、あのスリット付近を中心に、上位クラスあると思います。準優勝戦ではチルトマイナスでいきました。このチルト調整、船足もだいぶ変わってくるんでしょうか。インコースでしたのでちょっとあの特訓行ったらお腰が甘かったので、ちょっとその分をケアしようと思ってマイナスにしました。明日はゼロでいくと思います。はい、4号艇という枠なんですが、どういったレースイメージしていきますか。センターからスタートしっかり決めて臨機応変に行きたいと思います。そのスタート、ご自身の勘と比べてはどうですか。合ってます。はい、では最後、優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、船券に貢献できるよう頑張ります。よかったら買ってください。5号艇森達也選手です。よろしくお願いします。お願いします。今シリーズのここまで仕上がりはいかがですか。いいと思います。具体的にはどのような船足と言えるんでしょうか。バランスが取れていいと思いますけど。不安なところはないですか。ちょっと乗り方なのでいつも自分の仕上がりとは全く反対方向なんで不安といえばそれが不安ですね。
でもしっかりここまで乗りこなしていますね。ああ、よかったですね、はい、プロペラの調整などは行ってるんですか？今日ちょっと叩いたんですけど、もうほとんどもらったままです。さあ、優勝戦は5号艇なんですが、コース取り含めどういうイメージされてます？そうですね、本来なら入っていきたいんですけど、まあ、入っても一緒でしょうね。入れてもらえないし、一応取りに行く段取りではいますけど。スローダッシュという部分ではどちらの方が？それは自分はどこでもいいんですけど、エンジンは多分ちょっとセンターぐらいから行った方がいいと思います。スタートの見え方はここまでどうですか？届かないので早めに行って合わせてます。では最後、優勝戦に向けて一言お願いします。はい、明日も頑張ります。6号艇佐々木秀樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今シリーズ船足いかがでしょうか？エンジンはいいと思います。はい。どこか特徴というのはありそうですか？バランス取れてる感じなんですけれども、はい。もう気象条件も変わってるんですが、しっかり合わせられている感じでしょうか？いえ、ちょっとね、4日目ぐらいからちょっと外れてきてるんで、ちょっと合わせれてないんですけど、はい、合うといい感じですんで、はい。でも優勝戦に向けてはそこを合わせる作業と。もうそれだけですね、はい。優勝戦6号艇です。どういったレースイメージしていきますか？とりあえず、スタート遅れないようにしてってぐらいですかね、はい。今シリーズのスタート感ですが、ご自身感と比べてはいかがでしょう？エンジンがちゃんとしてると届きますけど、ちょっと外れると届かなくなるので、そこだけちょっと、はい、気をつけてです。では最後、優勝戦に向けてファンの皆様にメッセージをお願いします。明日も一生懸命頑張りますので、よかったら応援してください。